ちは、キムスターハウスのミコです。今日も動画を撮っていきたいと思ってるんですけど、今日は、4学生たちでガチでフットサルをやってみたいので、拍手。それでは、早速、試合風景をご覧ください。せーの、ショータイム。はい、それでは早速、試合をやっていきたいと思います。はい、2B 対 2C の対決が、いざ、始まりますよ。実況は私、ミサオハウスこと、ミキオがお送りいたしますという。さあ、始まりました。皆さん緊張してますね。はい、パスで、このパスで、相手のリフティング違いますよ。相手のポジションも崩していって、隙を見計らってるんですね。はい。まあ、私は別にサッカー経験ないんで、そんなにわからないんですけども。で、よっ！で、あ、惜しいですね。なんか、もう、危険だと思ったら、外に出しておけば、ボールを外に出しておけば、なんとかなりますね。はい、皆様、一生懸命パスを繰り出しております。で、パスしちゃって、どうなる？あ、取られましたね。相手に取られて。で、相手が攻めてくるところをまた取りますっていう。この繰り返しですね、もうラリーですね。パスして取られて、パスして取られて。でも、チャンスがあったら、もうガンガン行ってください。はい、あ、いいですね。あ、シュート決まるのか。あれ！いや、顔くそ！はい、コーナーから蹴ってきてますよ。で、このパスは、おー！なんと、1点が決まってしまいましたね。今のはさすがですね。もう、プロの選手でも難しいと言われてたあのパスですからね。で、この次、1点は決まるのでしょうか？パスで見られてますね、相手チーム。来るのか？これはどうなる？あー、来ないのか。おー、ナイス、アシスト。いいですねー。で、これはどうなるのか。デカブツさんが、おー、ナイスキーパー。人のカメラめぐさないでくださいよ、デカブツさん。はい、またもや、コーナーから、この蹴りはどうなる？お、1点、決まらなかったー。で、おー、弾いて、キーパー、10番、ミキオ選手、ナイスキャッチですね。で、遠くに投げます。投げた結果、カメラから映ってないという、カメラに嫌われてる人間でございます。あ、言い忘れてたんですけど、私、10番、キーパーやっております。背番号10番ですね。なんで、私のチームを応援してくださいということで、はい、実況を開始していきたいと思います。お、いいパスですね。パスを送り出して、これはどうなる？決まるのか？華麗なるパスを送り出していく相手チームですね。さすがですね。キーパー、ナイスキャッチ！さすがドッジボールで全国行った甲斐のある選手でございますね。さあ、私の選手、いい攻めております。あ、取られましたね。攻めることが大事なんで、その気持ちを忘れないように頑張っていってくださいね。さあ、皆さんもちょっと疲れてきたんじゃないでしょうか。頑張ってくださいね。試合は後半に入ってくるんですけど、おー、デカブツさんが、華麗なリフティングで決まるのか。あー、ナイスキーパー。さすがミキオくん。さあ、このパスを繰り出して、どうなるのか。5番選手、いい蹴りですね。で、またもやデカブツさんがシュート！ナイスキーパー！いや、キーパーは多分ゴッドハンド持ちですね。結構強い。もうゴッドハンド並みの力を持ってますね。ありがとうございます。さあ、取り合っていますね。これはどうなるのか？相手チームにボールが回りましたよ。で、パスをしていかかってますね、チャンスを。チャンスを与えないですよ、私たちは。って言いながらデカブツさん、ナイスキャッチ！キーパー！さすがゴッドファンド。何のファンド？言ってますけども。はい、また遠くに飛ばして、飛ばしたものの、まあ濃厚なんで、賞味何の意味も戦力にもなってないというクソキーパーですね。はい、で、相手のボールが回りました。相手のボールが回り、これはどうなるのか。おー、スライディングを切られて。これは、デカブツにパスしてからのシュート決まりました！ 2点目決められちゃいました。申し訳ございません。肩幅がガンダムなだけなんで、申し訳ございません。さあ、次も、お、あ、相手のパスが回りました。相手に来てから、おー、ナイス！おー！ナイス、反射神経。で、サイドから、これも攻めてくるのか？どうなる？おー、ナイス、弾く！から、わー！おまみんやん。ということで、ちょっと試合には負けてしまって、今これ何をしてるか皆様わかりますか？そう！テレビでよくあるゲームに負けたら何をしたらもう一回やらせてくれるんでしたっけ？手を地面について。
頭を地面につけろと言ったはずだろうが、やられたらやり返す。バカした。まあこんな感じで土下座するようになったんですけど、まあ次来週体育祭があるんですよ。まあその時にまあこの子たち西たちをまあぶっちぶちにしちゃあげようかなと思ってます。はい、頑張っていきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いや、久々のサッカーだったんですけど、サッカーを終えてから全身が筋肉痛になっちゃって、もう歳を置いてますね。はい、ということで、次回の動画もよろしくお願いします。動画に出てくださった、両学生の皆さん、本当にありがとうございました。それでは、またねー。